こんにちは、わしみです。今日は、体は空で構成されているについてご説明させていただきます。ご覧の写真の、奥大山の天然水のペットボトルを使って、空が潰れている状態と整っている状態の違いをご覧いただきます。まず、空が整っている場合の動画です。空の説明をさせていただきます。まず空が整っている状態だと上から圧力をかけても潰れることはありません。続いて空が潰れている場合の動画です。で、潰れている場合から整える状態までご覧ください。潰れている状態に上から圧力をかけるとすぐ倒れてしまったり、先ほどよりもより潰れてしまうように弱さが出てしまいます。あと、水の量がこれぐらいですね。蓋の下すぐいっぱいいっぱいぐらいあるんですけれども、これが上の蓋を開けて、口腔を緩めてやって、空を整えてやることで、水の量が、水の傘の位置ですね、が少し下に下がりましたね。このように圧力、中の圧力も変わります。で、あとこのように、よりと空を整えてやることで若干の潰れは戻らなかったんですけど、空がこういうふうに立つ状態を作ってやると一番最初と同じように圧力に対して強くなります。先ほどと同様に、整っている状態と潰れた状態の比較を見ていただきます。中の水の動きの違いですね。どうぞご覧ください。の動きを見ていきたいと思います。まず空が整っている状態で振ってやると、ペットボトルの下のところまで気泡が行くぐらい、全体に空気が回って、今水の動きが全体的に回っているのがよくわかると思います。で、今度潰してやりますね。潰してやることで、で、この状態で振ってみます。そうすると、潰れた上だけが、わかりますかね、上だけが気泡があって、下の方はもうほとんどいかないですね。このように、動きがあまりよくありません。体は空で構成されている。空が整っている状態だと、ご覧のように構造物として安定していて強いです。そして中の体積も増えます。あと、水の流れが良くなります。砂糖式リンパケアでは、間質リンパ液の流れが良くなるということになります。以上です。ありがとうございました。